豊橋南ショッピングセンターは、愛知県豊橋市、野より町あざ落合一番地の12に所在する、イオン、豊橋南店を各店舗とし、通称、ナンジャスと呼ばれる61店の専門店で、構成する専門店街を伴うショッピングセンターである。試験者活施設設置主体は、JST 株式会社。商業活動の企画運営は代表テナントの、イオンリテール株式会社である。 1997年6月21日にジャスコとヨハシミ店として開店2007年に増築を行い専門店街を併設したショッピングセンターとして同年7月14日に現在の名称でリニューアルオープンした2007年のリニューアルオープンでは専門店街に17の新しい店がオープンまた増築により本館新館に分かれ新館の1.2階には みんなのトイレが設置された。2018年には、3世代が楽しみ、くつろぎ、体感できる、地域密着型コンパクトモールショッピングセンターを、コンセプトにリフレッシュオープン。専門店街には新たに13店舗が、オープン、19店舗がリニューアルした。イオン直営売り場専門店街イオン。直営売り場フードコート、空色キッチン専門店街駐車場の一角に、 セルフ式のガソリンスタンド、ペトラスが設置され、営業している。建物裏側の一角には、豊橋市による資源回収施設、リサイクルステーションが設けられ、古新聞、小雑誌、布等を受け入れている。受け入れ時間は、正月3が日を除く13時から17時。かつて、この地には、鉄塔、協梁メーカーの日本鉄塔工業株式会社豊橋工場が、所在していたが、 生産拠点の集約により2001年8月に閉鎖された。その後、同社グループ内の事業再編成により、旧日本鉄塔工業は JST 株式会社に解消、グループの統括と不動産賃貸事業に転換。鉄塔事業は新設市会社の日本鉄塔工業に移管されている。また、FM 豊橋が2013年秋までは84の サンウェーブザ・バーンの特別番組として、ナンジャス・ザ・バーンを、2013年12月からはナンジャスアイコメを、店内特設サテライトスタジオから放送している。新館ができるまでは、2階中央エレベーター前の自販機のあるスペース、新館建設後は、新館1階入り口のイベントスペースに、特設スタジオの設置している。ナンジャス・ザ・バーンのパーソナリティは、渡辺金星。 ナンジャスアイコメ、は、辻公平が担当している。番組では、毎回ゲストによる生演奏やアトラクション、店内テナントにまつわるクイズなどが行われる。番組は、当店の提供で放送されるが、毎時59分から例文の定時コマーシャルは、通常通り放送される。ありがとうございます。